はいどうも相場しおりです皆さんそろそろお腹が空いてきたところではないでしょうか今回絶品ランチを求めてやってきたのはこちらゼッキーニです早速行ってみましょう秋田市民市場の中にあるゼッキーニピッツァバンカレンラはカウンターに座り窯で焼けるナポリピッツァを見ながら食事が楽しめるお店 イタリア料理のナポリピッツァは手で伸ばした生地に具材をのせ450度の窯で90秒一気に焼き上げますそうすることで生地の外側はカリッと中は柔らかく仕上がりますこちらがお店おすすめのピッツァゼッキーニモッツァレラチーズとリコッタチーズの2種類のチーズを使っているのがこのピッツァの特徴 ちなみに、ゼッキーニの名前の由来は代表の大関さんがピッツァ大会で仲間からつけてもらったあだ名だそうです。いただきます。濃厚なチーズが口の中でとろける。 生地が薄いので、素材の良さがすべて引き立ってます。サラミの塩気、トマトの酸味、もうパーフェクトです。おいしい。ゼッキニピッツァバンカレッラのおすすめメニューをもう一つ。ゼッポリーネ。ゼッポリーネは生地に青さを混ぜてあげるナポリの郷土料理です。 うん、外はカリッとしてます外はカリッとしてるのに、中はふわふわ、もちもち、青さのいい香りが鼻に抜けていきます、これ、ビール欲しいビールを飲ませるわけにはいきませんが、こちらのスイカのグラニータはいかがですかグラニータはシチリア生まれのかき氷。 あっさりとした味わいで、暑い時期にぴったりなスイーツです。うん。ちゃんとスイカの果肉感が残りつつも、シャリシャリとした食感で美味しい。さっぱりしますね。平日ランチタイムはお得なランチドリンクやランチサラダもありますので。 イタリアンなランチを楽しんでみてはいかがでしょう。